どうもあゆなです。今回も実況していきたいと思います。今回は何をすれば良いのだろうか、ちょっとよくわからない、よくわからない。お、人が、人じゃないわ、動物だ。まあいいや、どっちでも。増えているな、これ。これ。3人増えているから、とりあえずちょっと、挨拶回りに行こうか。さてさて、新しい人はどんなのかな？ちょっと、お、こっちか。ってことは、今、お、結構お家が増えてきているな。キャビアさん。お、あそこだね。この時間だったら、家にいらっしゃるかな。家にいらっしゃるというか、起きているのだろうか。これだよね。キャビアの家。ほら。おやすみなさい。ご用の方はまた明日。もしかして、深夜って誰もいらっしゃらない感じかな？それはちょっと、源氏の家。源氏さんは前回もいたんだよね。なんかごつい声の人。1号さんは？あっこだ。これもしかしてさ、夜中みんな寝てる？時間関係ある？もしかして。それはそれはそれは非常に困りますけど。今夜中なんだ。あ、起きてんじゃん、あの人。スパークさんだっけ？お、あゆな。で、いいんだっけ？いいっすよ。おめえって本当にあのあゆななのか？なんか雰囲気変わったな、ピカ。ところでおめえ、こんなところで何してんだ、ピカ。雰囲気変わった？変わってないよ。退屈なの。この村にはフルーツがなってる木があるだろ？あれを取りたきゃ近くまで行って木をタッチするか、A ボタンを押して揺すればいいんだぜ、ピカ。取ったフルーツは刺身のつまにしてもいいし、タヌキチに売りつけてもいい。地面に埋めたらフルーツの木だって育つかもしれねえぞ。うめえこと育ったら果樹園みたいになるかもしれねえな、ピカ。うまくやったら、おめえ、俺に1割分け前をよこせよ、ピカ。へえ、がめつい。おやすみ、起きてるときにまた来てくれ。あ、ほら、みんな寝てんじゃん。スパークさんが特別起きてるだけだね。てか、果樹園みたいな感じにもできるってこと？すごいね。ラッキョさんは？あ、近くだ。行こう行こう。ちょっと邪魔だよ。これかな？ラッキョの家、ここだね。お、この人入れてくれた。起きてる。おお、すごい。畳だ、畳。わ、なんだよ、おめえ。脅かしやがって。あん？なんだよ、おめえ。初めて会うやつじゃねえか。しょうがねえな。そりゃあなたが引っ越してきたんだから初めて会うでしょうよ。なんか泥棒みたいなヒゲの跡が。俺はラッキョってんだ。見かけはともかく、趣味はお散歩さ。あゆな、これからよろしくなってやんで。この人は語尾何もつかないのかと思ったらついたね。よう、まだ起きてんのか、てやんで。それはそうと、おめえ一体何しに来たんだ、てやんで。ちょっと暇つぶし。さすがにこの部屋のままじゃお散歩もできやしね、てやんで。はあ、片付けないとね。この時間。特に何もないぜ。どうしましょう。よいしょ。うわー、進めない。ほら、あのテントもしまわれてるね。てか、あれは、年中いるのかな。ほら、村長さんもいないよ。皆様、お休みでしょうか。よーしょ。どうしよう。あれかな。とりあえず村の人、もうみんなの家をちょっと回っていくか。これスパークさんさっき歩いてたからいないよね。
店でしょ？お店だから、なんかさ、誰かの家に行こうか。これは？ピーチクの家。ピーチクさん、ピーチクさん。おやすみ、また明日ね。寝てる、寝てらっしゃる。あ、このすぐ下にも家があるね。これこれこれ。源氏さん、そうそう、源氏さん。よいしょ。おやすみ、起きてる時にまた来てくれ。ああ、みんな寝ている。スパークさんはなぜ起きているの？どうしよう、さっき言われてた。よいしょ。拾えねえ。ちょっと待って。拾ってちょっと売り飛ばしに行こうか。試しに。てってって、たぬきちさん、たぬきちさん。よいしょ。あっ、こだね。たぬきちさんのお店はで午後8時から午後11日が午後8時じゃない。マジか。開いてない。ね、開いてないんだけど。よいしょ。11時まで閉まるんだ。じゃあ夜中に動物の森やっても何もできないんじゃない？なんだなんだ、どうすればいいんだ。いやー、え、何今の？虫飛んだ虫。あれってさ、虫取り網？虫かごとかでさ、捕まえれるんじゃないの？捕まえれないの？いや、することがないぜ。おや、落とし穴。この落とし穴って一体何なの？誰が掘ってんの？よいしょ。あ、1号さんか。みんなお休み中ですか？みんなお休み中ですか？ここ誰？よいしょ。パーチクさん。パーチクさんは？軍内、起こさないでちょうだい。うん、皆様。皆様。これ自分の家よね。さっきさ、この、これ抜けない？抜けた抜けた。ちょっとね、フルーツをね、植えようかな。よいしょ。あ、そっかそっか。家の中。ちょっと待ってね。桃を掴んで、掴んで、今のどうなったの？置いたね。いや、置くんじゃなくてさ、植えようよ。変な音鳴ったね。これを、植えたいんだ。植えれないの？さっき植えれるって言ってたよね。桃。地面に置く？いや、置くんじゃないんだよ。ダメじゃん。植えれないじゃん。嘘つき。じゃあとりあえず模様替えする？今回も最後まで見てくれてありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。動画の下の概要欄の方に、登録ボタンと、あとツイッターのリンクですかね、貼ってるんで、そちらの方もよろしかったらフォローお願いします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。